来たんですよね。そうなんですよ、そういった、ね、今回のその手をテクニックもですね、ふんだんに使っていったんですけど、これはまだ絶対1回戦ですからね。ネスタさんも比較的落ち着いて戦えるかもしれません。さあ、ユン対ネクロというカードになりましたが、引きましょう。さあ、でも杉山は今年もやり込んでおります。ネスターはちょっと、まあ、最近みんなでやり込んでいるという噂聞きますが、どの程度仕上げてきているのか、この小渕ショート会に向けてネスターの試合以外は気になるところ。うまい、うまいぞ。一回振りになってしまい全部でしょ、非常にうまい正解し、さあどうする、チアシラーソンリーチを貯めたいところ。まあ、今来日誌でリズム取りたいんですが、そこを杉山うまく詳しいです。ゲージをたまっていない、この状況。